4月11日月曜日14時44分から収録しています。いつもご視聴ありがとうございます。だいぶ春らしくなったと言いますか、外は多分かなり気温が上がっていると思うんですが、部屋の中は割とひんやりとしていまして、まだ冬服を着ているような感じなんですけれども、皆さんがお住まいのところはきっとかなり春らしい日が続いていると思います。今日もお便りが届きまして、よくコメントなどをくださる D さんからメールが届きました。ちょっと読んでみますね。YouTube 拝見しております。最近はまた少し難しい話なのでコメントする力がなく、いいねしかできずにいますと書いてありまして、そうなんですよね。ちょっと経済学っていうタイトルがちょっとこの受け付けない人もいるだろうなと思いながら続けています。すみません。それで、先日もお話しした小さな作品展ですが、今週末までで半分が終わりました。 DM を出した知り合いで毎年買ってくださる方は早めに来て購入してくださいました。よかったですね。読んでて私も嬉しいです。で、今日朝からカフェにおりましたが、なんかこの方はカフェギャラリーで展示しているんでしょうね。朝からカフェにおりましたが、見ず知らずの老夫婦が私の絵をじっくり見てくださり、なんと A4 サイズのゲルインクボールペン画を買ってくださいました。生まれて初めて知らない人に気に入ってもらい、ご購入いただいたのでもう嬉しくてって書いてあります。すごい良かったですね。本当私も嬉しいですで、この方もまた続けましょうね。とても嬉しかったのでつい川田さんにメールしてしまいました。サクッと読み流してくださいということでしたが、私もこれ読んですごい嬉しくて、この瞬間って本当に私も記憶があるので、見ず知らずの人に初めて売れた時は本当に嬉しかったんですよね。だから気持ちがよくわかります。で、この方はその売れた作品の画像を最後にメールに添付してくださって、本当に元気ないい感じの作品で、もう私もああよかったなってつくづく思いました。 D さん本当におめでとうございました。メールもありがとうございました。コツコツとこのようにですね、展を開いて作品を発表して、気に入ってくださる人との出会いとか、画廊との出会いとか、いろいろな人と出会ってまたその良かったことが次の制作に続いていったりと、本当になんか地道なようですけれども、なんか私はいろいろ振り返ってみても、なんかこういう活動が一番リアリティがあるというか、まず誰もが今少し頑張るとできる活動で、でもなかなかこの個展をまずしてみようって思うまでに一つ壁があったり、それから販売するっていうことにもかなりその勇気がいったり、それからお客様との出会いがあるまでがまだ結構自分に自信が持てなかったりする時期ってあって、どうしてもこの最初のうちは知り合いが見に来るという形でこのままでいいのかななんて思って、もう少し知らないお客さんと出会うにはどうしたらいいだろうかって誰もがやはり考えていくと思うんですね。で、この画廊での個展というのも、もう本当に遡ると、昔はですね、そういう個人がですね展覧会を開催できるっていうのはまずありえないことだったんですよね。しかし
本当にこの銀座にいろいろな画廊ができて、ただこの有名な作家を、発表するだけ の画廊じゃなくて、いろいろなそのもうレンタル画廊もたくさんできましたし、それから逆に言うと本当に商業アートの作品しか取り扱わないところもありますし、それからもっとこのコアなそのアートファンだけがこう注目する画廊があったりとか、もう本当にいろんな、もう同じ画廊というギャラリーという名前がついていますが、もうそれぞれ個々に違いますし、それをまあ開店してその営業している人がどういう人なのかっていうのも、またこの本当によくこうその人たちそれぞれとこう出会っていくと、あ、考え方がいろいろで、もうこういろんな人がいるんですよね。 だからそういう方たちの存在をですね、もうあとはなんて言うんでしょうね、こう口コミというよりかは自分の目でそういう人たちのとの出会いの中で話を伺って、直接伺ってた上で判断していくしかない世界だと思います。まあ分かりませんけどね、そのうちこのマニュアルみたいなのができて、こういうところで画廊で発表してこうこうこうすればこういう風になるみたいな、まあもしかしたらそういうハウトゥーものの本が出てたり、それからそういうのを教えてる人もいるのかもしれませんが、やはりこの自分の目でいろいろこう確かめながら、でまあ出会いですよね。いろんな失敗がありながらも、ちょっとずつちょっとずつ前向きな気持ちでやっていけば、この D さんのようにですね、本当にこの楽しいなって思える瞬間があって、あ、やっていてよかったなって思えて、そして次の制作や次の発表について拍車がかかっていくっていうものだと思います。楽しいメールが届いてよかったなと思います。まあいろいろ失敗があったり問題が起きたり、考えなきゃいけないことがあったり、まあ、悩ましい問題もそれぞれあるとは思うんですけれども、まあ、そういうものもですね、やはりこれはやってる本人の熱意とか信念とか気持ち次第のことなので、しっかりとしたこの自分の気持ちさえあればですね、いい人に巡り合って、どんな問題が起きてもやっぱりこれだけはやりたいっていう気持ちで続けていくものだと思います。前回はですね、まあ12年間こうお世話になった画廊さんとの出会いの話をしまして、まあ最後なんかちょっと切れたようなあの話で終わってしまったんですけれども、まあとにかくですね、そのようにこの12年間お世話になって、もう そこの画廊しかもう開催あの展覧会はしないみたいな感じで自分で決めてこう発表活動してたこともあるんですが、まあいろいろありましたね。すごくいいこともあれば、もう失敗もあったり、もう少しこういう風にならないものかなって思うこともあったり、もう決して全てに満足してやっていたというわけではないですね。もちろんすごく感謝して個展をしていたっていうことはあります。いろんなことがあったというのは、まあその韓国のアートフェアに出展したってまあ、そのお世話になってた画廊が出展したことの話も、少しこう話しましたが、まあ、その時にですね、やはりちょっと問題がこう勃発したことがあって、なかなか難しいものだなと思いました。それはどういうことかというと、韓国の画廊が私の作品をまあ気に入って、個展、まあ、ご自分のこの画廊で個展を開きたいから、まあ、その時に売れた場合のその取り分のことでやはり問題が起きましたね。それは結局韓国の方にわざわざこう持っていくんだけれども、その持っていくその瓶はですね、意外にそのうまくいって、そのアートフェアの中で日本現代美術展という、まあ、特別展を、まあ、開催
したんですね、その時に。それでその、アートフェアの一角にその、まあ、特別展 の, あのブースがあって、まあ、各出展していたギャラリーの、うん、おすすめの作家っていうんでしょうかね、その作家、日本人の、まあ、画廊が抱えている作家のを、まあ、セレクトしてその、対策をこう出品して、まあ、それも販売してっていうことで、まあこれもですね、開催側がその作品が売れた場合ですよね、その場合開催側がどのぐらい取って、その出展しているそのギャラリーがどのぐらい取って、そして作家がどの、まあ、その売れた場合、まあ、作品制作料ですよね、を画料って言いますけれども、取るかなんていうことは、まあ、全然話を聞いて私はいなくて、ところが作品が売れてしまった時に、それがあやふやだった部分が、その話が違うって話がまず起きたんですよね。それで、まあ、そこからこの問題がくすぶり始めて、そしてこの韓国側がのギャラリーがその私の個展をする際 の, その売れた場合 の, その作品代金の何パーセントを取って、日本側がどのぐらい取って、作家が どのぐらい取るかっていう話し合いと一緒にですね、またさらにですね、こんなことも起きたんですよね。私がお世話になっている画廊が、海外の、作家の作品を、そのアートフェアには出さなかったんですが、まあ、出品はしてないんだけれども、そういうカタログ販売をしようと思って、まあ、うちではこういうものを扱っているので、それはですね、もう個人が買うようなものではないから、美術館、まあ、韓国の美術館に所蔵してもらえるようなものだと思うので、それを美術館の館長に見てもらおうと思ったみたいなんですね。ところがそれを、まあ、そのつてがないので、その韓国のギャラリーのオーナーに、そういう話を持ちかけて、要するに引き合わせてくれっていう話をしたみたいなんですが、まあそのつてをたどって、まあソウルの美術館があるんですが、そこの館長と引き合わせて、なんかこの結構な金額がですね、売れたんですよね。ところがですね、それはアートフェアに出品はしていないので、アートフェアにはその手数料は取られない。しかし、その引き合わせた、まあ、顔合わせというか、まあ、コネクト料として手数料をもらいたいと言い始めたんですよね、韓国側が。まあその気持ちなんかわからなくもないですよね。やっぱコネクションというものも一応一つの財産なんだと考えたんだと思うんです。ところが日本の、まあ、画廊はですね、ちょっとそのもっとこう甘いんですよね。日本のやっぱり画廊というか、その美術業界も、まあ、全て作家もですね、ビジネスライクに考えられる人っていうのは本当にわずかで、多くがですね、ものすごく緩いところでビジネスをやってるっていうのは私もよく分かっていて、まあこの融通が利くというか、まあ、日本社会独特のその合理主義ではいかない、この慣れ合いというか、こう島国特有の、和をもって尊しとなすという感じで、まあことを荒立てずに、まあなんかお互いの腹を探って、まあ甘えられるところは甘えるみたいな、そういう考え方とかこう気持ちっていうのは日本人は独特のもので、まあそれはですね、韓国には通用しなかったんですよね。ところが、
結構ですね、日本のまたね、社会のまたこれももう一つ性質があって、案外ですね、そういう馴れ合いの中でもですね、結構プライドは高いんですよね。そしてまあこれは多分武士の世界っていうものがこの日本の社会に、まあ、昔からあって、一人一人こう侍みたいなところあるんですよね。日本人のこの男性は特に、もともと武家の出身かどうかは分かりませんけれども、やはりこの侍魂みたいなものって、まあ、いろんな方とこう出会いますけれども、あ、そういうのを持っていらっしゃる方って今もたくさんいらっしゃるんですよね。でその画廊のオーナーもですね、まあ、どちらかというと商人というよりかは武士の方なんですよね。なのでもうとてもこのプライドもある高いし、そして、考えは曲げないんですよね。妥協しないんですよね。まあ、そこもいいとこなんですよ。そこがすごくこの尊い美意識につながるので、私は悪いことではないと思うんですが、やはりですね、この国際的ではないんですよね。国際的には商人っていうのはものすごくこの計算高くて、そしてこの、コネクションというものをものすごく大事にするから、こう自分の画を通したりとかっていうのは逆にこの損をするというふうに考えていくものなんですよね。そこがこう噛み合わなくて、結局そこでこう爆発したんですね。決裂したというか、私の個展を開催して間もなくですかね、間もなくしてそれが勃発して、まあ結局空中分解して、まあ、とにかくこうお互いにこの意思の疎通がもうできなくなったんですね、画廊同士で。そこで、まあ、真ん中にこう挟まった私にとばっちりが来まして、まあ、韓国の画廊からも困ったもんだということで、まあ、文句が出るし、私もこう日本に帰ってくるとですね、もうけしからんということで、私がその状況が一体どういうことがあったのか、私の目の前で起きたわけではないので、一体どういうことが起きたのかっていうことで事情を聞いてみると、やはりその言い分があるわけですよね。日本では日本人なりのその、他国に行ってお世話になるっていう考え方よりかは、自分のところで気に入ってる作家の作品を持って行って、自分のこのポリシーのようなものを認めてもらいたいと思っているわけなんだけれども、それは現地の人にとってはですね、単なるこの、まあ黒船みたいなもんなんですよね。だから海外から来て、何たることだっていうことになってしまうので、まあ結局そうは言っても美術館との商談はうまくいったみたいなんです。ところが手数料をもう出さずに、もう自分だけの商売にしてしまったために、全くもってこの私の方にそのシェア寄せが来ちゃったんですよね。つまりどういうことになったかというと、もうお互いに連絡しなくなって、画廊同士が連絡しなくなったので、結局私の作品がどのぐらい売れて手数料どうするかっていうこともうやむやになってしまって、そして、まあ、契約書をこう交わさないのが一番いけないのかもしれませんが、まあ、それでも韓国側は私の作品が気に入ってるわけだから、なんとかこの日本の画廊と引き離そうとするわけですよね。それで、ソウルのアートフェアに出したり、まあ、いろいろなそのアートフェアに出してくれたりして、このもう個人、まあ、韓国側の画廊の、まあ、所有する作家みたいな感じになっていった時期があるんですが、ますますそのことがやっぱり日本側の画廊にとってはこう気に入らないので、まあ困ったなと思ったんですよね。結局韓国のオーナーの気持ちもわかるし、
日本の画廊はもうやっぱり私にとっては大事にしなければならない、まあ、ホームベースなので、困ったなと思いまして、まあ、結局どうしたかというと、私はまあ日本のその画廊のオーナーとにまあ直接会って、まあまあ、日本の画廊のオーナーも罰が悪いので、まあ、あのかなりこう、まあ、恐縮してるというか、あの申し訳ないっていう気持ちはあの私の目の前でこう見せてはくれたんですが、それでも自分は気持ちは変えられないっていうおっしゃるので、そこでもう仕方がないので、私は、まあ、一応この話は私と韓国側の方で、まあ、続けられれば続けていくかもしれないんだけれども、まあ、そこから手を引いた方がいいんじゃないかと勧めて、まあ、もうあのそのことはもう、まあ、実質的に手を引いたようなものになっているので、結局その日本の画廊のオーナーはそこでもう手を引いたんですよね。まあ手は引いたもののですね、じゃあ私が個人的にその韓国の画廊とやり取りできるかというと、まあ 1,2 年はなんとか連絡取り合って、まあ2回ぐらい私も直接会いに行ったりして、売れてるのかどうかを確認したりもしたんですが、まあ、結局ですね、そういうふうになってしまうと、そのどのように作品を販売しているかっていう状況を、がもう見えなくなっていくんですよね。そして、個展をやろうとは思っているんだけれども、まあ気が向かなくなりますよね、そういうことがあれば、というふうには、まあ腹の内ではそうなってるのかもしれませんが、まあ、あの大事にしたいと思うからとは言ってくれるんだけども、まあ、作品は返ってこないし、作品が売れてるかどうかの報告もない感じになっていって、だんだんこう遠ざかっていったというか、まあ、結局私がそこで、まあ、あの反省したのは、やはりこの海外に作品を持って行って、その時はいいんだけれども、その後その作品のことをどうその、まあ、返すにあたって、やはりその配送料がかかることもあるので、なかなか返したくないというのが現実なんですよね。それで、まあ、誰がその配送料を出すかっていう問題もあるし、まあ、そういうものをあらかじめ決めてしまうと、逆にもうやっぱりやりたくないっていう、どう考えてもあまりこの賞賛が合わないということになるから、最初にそういうことを決めてしまうことっていうのはあまり面白くないんですよね。ということは、あの結局、まあ、戻ってこなくてもいいやっていう感じにだんだんなっていくんですよね。でそれで、まあ私としてはもうそこで あんまりその過去の作品にこの未練を持ってたりするのは良くないので、まあ、そこで断ち切って、まあ、なるようにしかならないし、あとその作品、まあ、行ってしまった作品がその後どこの国の誰にどうなるかっていうのはもう全然私の計り知れないことがあるのかもしれないけども、むしろそれを楽しみにするっていうことに切り替えたんですよね。つまり、売ってしまったり、その遠くの国に持ってった作品っていうものがその後どうなることになるかなんていうのは、いちいち考えてたら、もう例えば作品 1,000 点ぐらい作っちゃった場合ですねそんなことを把握しきれないし、追ったところでそれを追って、それで知ったからといって私の何かためになるかというと、そんな何のためにもならなくて、むしろその可能性を信じて楽しみに知っておくっていうのがいいのかなと思ったんです。まあ、ですからね、まあ、こんなあの感じの私 あの考えですから、この手つかずでもう送ったまんま、その後どうしたかわからない作品っていうのは韓国だけではなくて、まあ、あのスペインにもあったりしてですね、もうなんか
責任、まあ無責任な感じもあるんですが、まあ私は縁があればまたどこかでそういう消息を知ることがあるだろうし、むしろ知らないところで誰かがその作品をすごく気に入って喜んでくれればそれでもう十分じゃないのかなって思ってるところがあります。まあ、そういう作品というのはまあ、生存競争というかもうそういうことはあって、本当にいい作品が残れば私は、まあ、それが一番いいことだし、なんかこのどれもが残らなきゃいけないというふうには考えていなくて、まあ、本当に愛されてる作品は残っていくと思うし、無理やりですねその作家がですねその作品をですね後からこう追いかけて残そうとする必要は何もないと思っているんです。まあ、ですがこれもですね運というか自然の成り行きに任せるというような感じになっていきました。まあ、そういうことが私の性格で、まあ、そういうふうになっていって、いますが、まあ、作家によってはですねもうしっかりとしたお客さんにしか売りたくないと思ったり、まあ、そういうことがあるんだったらもう絶対誰にも売らないなんて思ってる人もいるのかもしれませんね。ただいい作品というのは必ず持つべき人に恵まれて、まあ、残っていくものだって私は信じています。まあ、このようにですね私の考え方もですねでもいろいろ変化があって、まあそういうことが起きてからはですね、まあ、それまではですね結構きちっとしてってその全てこう自分で管理していないといけないって思い込んでいた時期もあって、まあ、合理的に何でもこう頭でこうすっきり頭がすっきりするような解決方法というのをいつも望んでたことがありますが、まあ、そういう、 こう自分の手に負えない問題がいくつか起きてきますと、あ、世の中はそんな簡単にはできていないんだなと思い知らされます。まあ、これをですねもしきっちりとこう、解決していたら人間関係どんどん悪くなっていったでしょうし、もっとこう作品を発表する場所っていうのが限定されてしまって、私がその後ですねいい思いをしたことがあるんですがそこに至らずに、どこかで挫折して、なんか妥協していたのかもしれないんですね。ただそこ自分なりに矛盾があるけれども、まあ、そういうこともあってもしょうがないのかなと、まあ、自分なりにこう消化してしまったんです。まあ、それはですね、まあ、いろいろこのやっていくと矛盾があったり自分の思うようにいかないことっていうのは必ず起きてくるんですが、私をいつも救ってくれるのは2つの、まあ、1つっていうか、まあ考え方があって、それはですねまずいつも困ったなというかこう悩んだりした時に思い浮かべるのは絶対矛盾の自己同一っていう言葉を思い浮かべるんですね。それは西田幾太郎っていう西田幾太郎とも読むんでしょうかね、まあ、どちらかわかんないですがこの西田幾太郎という哲学者日本の明治時代の哲学者ですけれども、まあ、この人が書いてる本が全部私にとってこの理解できてるわけではないんですけれどもこの絶対矛盾の自己同一だけはなんかこう腑に落ちたんですね。そういう本が一冊昔読んだことがあって、それで本当にこう世の中はいろいろこう矛盾だらけでどうしたらこれを解決できるんだろうかって悩んだことがあって、その時に出会ったのがこの本なんです。でつまりその、相反する矛盾したことが起きてきて、まあ、その間にこう挟まった時にどうするかっていう時にその西田幾太郎っていう人はそれを自分の中で一つにまとめる創造的にまとめるということがに
この、やりがいのあることなんだっていうようなことを書いていたと思うんですね。まさしくその通りで、この2つのこの画廊に挟まれてお互いの言い分が食い違っていて、全くもってこの私にはそれは解決できそうにどちらかを選ぶなんていうことはできなかったんですが、しかしここでこそなんかこの自分なりの活動の仕方ということが問われるし、人間を見る目とか、それから今後どうするした、こういうことが起きた時どう考えるかとか、自分なりの生き方、姿勢みたいなものですね、そういうものが問われているんだなと思ったんですよね。そこで、自分ではそこで答えを出さないっていう答えの仕方ですよね。その、黒白つけずに自然に任せるっていう、投げて、そうしてそれが、どうなっていくかを見届けるっていう感じで、考えていったんですね。で結局そうしましたら韓国との綱というものはこう切れていって、結果的にこの、日本の画廊っていうのが、より一層私のために尽くそうと思わずにはいられなかったと思うので、そのことが私にとってすごく良かったかなと思いますし、私は自分からは綱を切ろうと思ったわけではないんだけれども、自然とそういう音信が途絶えて、もしかしたら取ろうと思っていたんだけど、私がこの引っ越したりなんかしてこう取れないで、それでもどこか気持ちのどこかにはですね、なんかそのうちに何かいいきっかけがあればよりが戻るだろうと思ってくださってるかもしれないので、これもですね、続くというか、結果どうなるか、私にとってもその後どうなるかなと思って、楽しみの一つでもあるんですね。ですから合理主義的にはどちらかを選んでもうそこできっぱり決めるみたいなことがあったり、あるいは、この二股かけて、やれるような人も中にはいるんだと思うんですが、私はですね、自然にこう任せていたら、やはりあまりこの自分の器にできるように合わないことまで手を伸ばしてもすごいとろに終わる可能性があるので、やはりホームベースっていうのは大事にした方がいいなっていうふうに考えられたんだと思うんです。そういうふうにして次第にそうなってきましたが、いろいろこの迷う時もありますよね。そしてこう矛盾していることも飲み込まなければならないことがあって、そういうこともですね、全てこう作品にこう返っていきますよね。つまり作品もですね、あんまりこの単純に短絡的に白黒つけたような作品みたいなのを作っているとですね、やはり味わいが浅いっていうことがありますので、なんかこう不可解で矛盾しているようで、なんとなくこの頼りないところもあるんだけれども、しかしそこがまた味わいになるっていうような作品にしていった方がいいと思いますし、活動もですね、あんまりその模範性みたいな、このどこをどう見ても問題ないっていうようなやり方よりもですね、ちょっとこう危うかったり、なんか失敗があったりしてる方がですね、意外に打たれ強いというか、ちょっとやそっとではびくともしないような、結構強くなれるっていうことがあるんですよね。だから失敗を恐れる人って結構多いと思うんですが、大抵そんなの嫌だとは思うのも普通だと思うんですけど、私の場合はそういうその多少の失敗に至らないことがあっても、逆にその方が私自身の力を強固にしてくれるっていうふうに思ってしまうところがあります。それから、矛盾していること、もう一つこれもですね、矛盾に困った時に、
まあ、自己同一っていう、要するにどちらもこの受け入れるっていう考え方と、もう一つですね、こう困った時に使える考え方があって、こういうことですよね。あのカントのアンチノミーっていう考え方があって、これもすごいもう目から鱗というか、あ、この考え方もありがたいなと思ったんですが、カントがですね、神はいるのかいないのかっていう問題をこう並べて、いるのかもしれないけれどもいないとも言えないっていうその本当にそうなんですけど、全く絶対神はいないのだとも言い切れないし、じゃあ本当にいるのかといえば、全くその本当にいるとも言い難いというか、まあ、そういうことをですね並べて、このそれをあのなんて言うんでしょうね、どちらも選ばない、これもまた選ばないっていう、まあ、これも、もしかしたら、まあ、西田喜多郎っていうのはそういうところからその絶対矛盾の自己同一っていう言葉をこう持ってきたのかなと思うんですが、何かこの例えばですね、この展覧会をやって良かったのか悪かったのかって、考える時にですね、ちょっと嫌なことがあれば、あ、これはもう、やってダメだったんだって思うじゃないですか。もうしまったな、失敗だったって思ってしまいますよね、誰もがね。しかし、その時にですね、必ず私は、あ、失敗だったなと思った時にこのアンチノミを思い出すんですよ。で、あ、失敗だったなって思った次には、あ、でも失敗だとは言い切れないんだっていうふうに自分に言い聞かせるんですね。なので、ある側面は失敗してるけども、でもちょっと時間が経つと、あれは失敗ではなかったと思うことがあるんですよね。本当にあるんですよ。なので、それを何度も経験してるとですね、やっぱりカントの言った通りだなと思うんですよね。だからあまりそのなんか問題が起きたり失敗した時にですね、すぐにですね一つの答えで、言葉でこうまとめないっていうふうに私は心がけているんです。ですから例えば、この作品はこのなぜ売れなかったんだろうかって、まあ、展覧会に出して売れない作品ってあるんですよね。それでなぜなんだろうかって思うんだけども、だからそこでこう、あ、この作品は失敗だったんだって思うじゃないですか。そういうことがあったんですが、この展覧会が終わってからですね、あの作品が忘れられないからまだありますかって言ってきた人がいてですね、それで、あ、そうなんだ、やっぱりこのその時に、答えが出なければ失敗だと人間は思ってしまうんだけれども、そうではなくて、しばらく経つと答えが出てくる時があるんだっていう、何度もそういうことがあってですね、なのでこの関東のおかげなんですよね。まあ多分ですね、私が売れなかった時に、あ、それは失敗だったんだっていう言葉で締めくくらないからなんですよね。締めくくると多分その作品を持ってって捨てちゃったり、この、なんかこうお尻に入れたままもう忘れちゃってて、その作品すらもう忘れてしまうということがあるのかもしれないんですが、そういうふうにはしないんですよね。もう必ず、この売れなかった作品は、これは、あ、よかったなと、むしろそう思うんですよね。あ、この作品が残って、なんかこの私の次の作品を作る時に、これをなんかこう、私にメッセージがあって残されて、残してくれたのかもしれないから、これ大事にしないといけないなと思うんですよ。それでそこをベースに出発して次の展覧会をしたりもするんですね。そうするとですね、その作品が実はすごい大事な、人にはその時には気づかれなかった大事なことをしていて、あ、
あれがやっぱり元になっていて、それがすごくいい作品だったんだってことが証明される時があるんですよね。だからもう本当にこのそういうことで言うと、古典って本当に毎回面白いことばかり起きるんですよね。ですから売れるとか売れないとか、何点売れたとかで、こうなんか成功したとかうまくいったとかって、人はこうすぐこう判断しちゃうのをこう見てるとですね、あ、もったいないなと思うんですよね。売れなかったことの方が重要だったり、その作品の方が重要な意味を、今後の私の制作のために重要なのに、そういうことを人はなかなか気がつかないもんなんだなと思って、まあ、こっそり密かにこう北総演でたりするんです。ですから、なんかこの 世の中はですね、本当に表面の氷山の一角だけを見て、それを評価していたり、それがいいものだと思っているだけで、本当に重要なこととか、ためになることとか、その勉強になることっていうのは、なんかそういうところには意外にないなって思うことがあります。ですから作品を見る目もですね、私がその、まあ、アート百科でやってることっていうのは、で私自身もかつてはあまりよくわからなかったんだけれども、ある時にその重要さが自分なりにこう浮上してきて、あ、この作品が他の人は気がついていないかもしれないけれども、こういう意味で重要なんじゃないかなってこう気づくことがあって、そういうことがまたアートの楽しみだったり、喜びだったりするので、まあ、なるべくそういうこの、私が本当に実際にこう気がつかなかったのに、ある瞬間にこう気づいた喜びっていう、そこをこう話したいなと思っているんですよね。そうすると世の中の物差しとちょっと違ってくるので、そういうふうに川田っていう画家が言ってましたって人に言ってもですね、もしかしたら理解してもらえない内容かもしれないので、それはまたちょっと違うことなんですよね。私が評価したからといって一般的なその常識が突然覆るっていうわけでもなくて、ただ、なんて言うんでしょうね、アートの価値とか評価っていうのはもう歴史の上でもコロコロ変わるものなので、そんなにその盤石な、もうこの考え方、この評価は絶対だなんていう、それこそ絶対ないんですよね。確実なものなど本当にないんですよ。だから私が世の中という、まあ、私が見ているものは全てこう仮想現実なんだろうなという話を、どこかの回で言ってると思うんですが、もう本当にこの、これはもう自分が、今の自分が作り上げている世界に過ぎなくて、この自分自身が少し変わると世の中も変わるんだろうなという思いでこう世の中を見ていたりします。前回のですね、その、話の最後にですね、真珠の話をポツッと話しましたが、まあこの、まあ、いろいろなそのバブルというものがあって、まあこのバブルについてこう調べたことがあるんですね。まあアートにもバブルの時期がありましたよね。ただし、もういろんなその商品種目でそのバブルってあるんですよ。で中ですごく面白かったのはチューリップバブルというのがかつてあって、オランダでなんか突如としてこのオランダのチューリップっていうものも、オランダがこう生産地だと思ってるじゃないですか、私たちは。そうじゃないんですね。チューリップっていうのはもともと海外から持ってきた珍しい花で、もうオランダ人がもう素晴らしいと思い込んでしまいまして、突然そのチューリップの花が高額に売買するようになっちゃったんですよね。それでもうみんながこう欲しくてしょうがなくて、もう高値でもあんな花がですね、すごい高値で売れるっていうことは
もう本当信じられないなと思うんですが、まあ、そういうことが起きて結局それが弾けて、まあバブルがもう弾けて、そのチューリップものすごく大量に生産されるようになってからはもう誰も見向きも、まあ、見向きもしないわけじゃないんですが、もう一般庶民が普通に買える普通のお花になったんですね。でこれと同じような話がどうも、日本の中ではおもとっていう観葉植物ですよね。観葉植物、日本の本当古来からある、古来というか江戸時代からある、観葉植物があるんですけれども、この観葉植物もものすごいなんかちょっとした節の色がこう変わってるとか、そういうのでこう高額に売買された時期があって、今ではですねもう外来種のこの観葉植物に圧倒されて、もう元々の江戸時代にこう好まれていた観葉植物って全然人気がないんですよね。まあ おじいさんとかその年配の方だと、まあちょっと趣味がある方だとそういうのがいいと思ってる方もいると思うんですけど、まあそういうことで、その並びにですね真珠の やはりこうバブルがあったらしいんです。でその真珠も元々はその奴隷船でですね、まあ奴隷、まあ、アフリカの方から、まあ、奴隷をこう連れてきて、そして、海に潜らせて、天然の真珠を取らせるっていう、もう大変な労力のいる、まあ、その真珠採集っていう時期があるかつてあったんですね。そしてその真珠っていうのはものすごい高値で売れたわけです。そしてまん丸の綺麗な大粒なんていうのはなかなかめったになくて、その曲がってたりねじれてたりする真珠が多かったみたいなんです。ですからこの均一に丸い球体のその真珠が欲しくて、もう人々はもうたくさんの船を出して、まあ、潜らせて取るわけですよね。どんなに人がこの犠牲になったかわからないような、そういう時代をこう過ぎますと、中に頭のいい人がいて、なぜ真珠がこうできるのかっていうのをこう研究し始めるんですよね。でそれをその日本人がですね、このちょうど富国強兵のその時代に、その国産の真珠を養殖して、それを国力、まあ要するに、国のその、看板商品にした時期があるんです。でそれがもうどんどんフランスにその養殖の真珠が、まあ大体その養殖で真珠が作れる技術が生まれたっていうことも大変なその労力がかかっているし、もう大変な思いをしてこのフランスに持って行って、これもですねもう排日運動っていうのが起きてその人工のその真珠、要するに養殖の真珠は絶対認めないって裁判まで起きてしまって、もうこの一生懸命こう売ろうと思って持っていった日本産の、まあ、日本の養殖の真珠が次々とボイコットを食らって売れなくなって、それでもですね闇取引でどうしても欲しい人がいて、養殖なのか天然なのかっていうのも見分けがつかない、そこでこの訴訟問題が起きて、結局養殖真珠も天然の真珠と何も変わらないっていうことが証明されるんですが、しかしそこで、まあ、変わらないのであるからそれは、販売しても天然の真珠と同じように販売してもいいっていうふうに裁判が下りるんですけれども、そこでどうなったかというと、これがですねバブルが崩壊しちゃうんですよね。つまり高値だ、それまで高値で取引できていた真珠がもうどんどん値が安くなってしまって、天然の真珠さえも、あまりこの興味を人々は示さなくなっていく、そして、もっと言うとですねイミテーションで十分だっていうまた価値観が生まれてくるんですね。これはココシャネルという人がこのイミテーションのジュエリーをもうじゃらじゃらその安い値段だからもうたくさんこの長い
この輪の中にこう、人工というか、プラスチックでできたようなものをですね、つなげて、それをその自分のデザインしたコスチュームに、合うような長さ、ものすごい長さで、そして二重にも三重にもしてこう首に巻くっていう、そういうファッションを確立したんですよね。そうすると逆にですね、そのデザインの方にみんなが圧倒されて、真珠そのものというよりかはそのデザインにお金を出すようになっていくんですよ。だからイミテーションでも全然問題ないということになっていくんですね。価値観がもうガラリともう、180度というか、とにかくその価値観がすっかり変わってしまうんです。そこでですね、アートの世界もですね、これすごい面白いなと思ったんですけれども、やはりこのバブルの時期にたくさんこのハンガーリトグラフというものがたくさん刷られて、この真珠の養殖みたいな感じになったなっていう風な感じがあるんですよね。そしてその人々がそういうものに対して、ある意味、アンディ・ウォーホルのように、それを一つのアートの、アートのこのビジネス戦略として、使うことに対してはアメリカは絶賛したけれども、日本でそれと同じようなことをしても、人々がついていけなかったっていうことがあって、たくさん作った割にはですね、このどんどん作れば作るほど、人々のアートに対する信頼性というものが損なわれていくっていう現象も一方で起きていったんですよね。まがいものもできていきましたし、リトグラフで本当に同じような作品ができてしまうということもあって、何とも言えないですよね。その良かったこともあるし、それに対するダメージもあったんですよね。それが、バブル崩壊とともに、そういうリトグラフの工房もだんだん消えていって、高額に売れていた作家の後追いのその、贋作のそのリトグラフまで最近になってその発見されて、その信用性がさらにこう失われていくという、そういう事件も起きています。そういう意味では結局人々はその時々の気分でそれをいいものと思ったり、やっぱりついていけないと思ったり、不審に思ったりということがあるので、そこはもう一人の力とか、なんか理屈では変えようのないことが起きますよね。ですからこの私は、よく言われたのはリトグラフは作らない方がいいっていう、人が随分、いまして、それでもでですね、作ってみないかっていう時期があったんですよね。なのでそこで随分悩んだんですが、カントですよね、アンチノミーで、版画は売れるかもしれないけれども売れないかもしれない、どちら売れないとも限らない売れない、売れるとも、言い難いという、どちらも半々だなと思って作ったということがありましたし、そして版画がいいものかどうか、どうなのかっていうことをいろいろな人がいろいろなことを言いますけれども、私はこれも一つのアートの作品の世界であって、それが純粋アートというものではないものかもしれないけれども、しかしこの版画の世界も何かこう研ぎ澄まされていくと、いろんな条件が整うと、それが純粋アートに昇華するっていう瞬間もあるものがあるんですよね。なのでそれはもう時々のその、その制作家の
制作の姿勢であるとか美術史上における意義とかそういうものをちゃんとこう内包した作品であると、たとえ版画というものであっても、他にこう類を見ないような重要性を浮上させることができると私は信じてるんですね。まあ、だからといって、そういう版画をすればいい思いをするとか売れるんだとかっていうそういう短絡的な考え方で版画を作ったっていうことはないし、まあ、わざわざこうイタリアまで行って版画修行、まあ、銅版画の修行をしてきたりしたのも、版画の世界のこうすればこういうふうに制作作品がたくさん作れて、なんかこう売れるようになるよっていうそういう図式でこう取り入れようとしているのではなくて、版画技法のやはりこの版画にしかない、得意なその材質感であるとか 技法とか、そういうものはすごくこう重要だと思っているし、それを純粋アートにこう何とかしてこう高めることができたらいいなって思いながら、まあ私はまだそういうところまで域に達してませんけれども、何かこうきっかけを 見出してみたいなっていう思いはどこかにあります。まあ、そのようにですね、まあ、今回はですね、その、まあ、経済学というか、私なりに、この作品を販売したり、まあ、版画を作ったり、そのビジネス的な側面を持ちながらも、それに相矛盾したような、しかしこう純粋アートとしての作品を制作したいという気持ちっていう、そういう2つのこの側面をどのような気持ちで、自分の中に一つとしてこう内包しているかっていう話をしてみました。まあちょっとこう難しい話を最後に、なるとこう話してしまいましたが、何か私の失敗から勇気とかそれか希望とか、なんかこう失敗をこう土台にして、皆さんの何かご自分の生き方とかビジネスとか制作とかそういうものに役に立てていただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。